ハーベストタイムの中川博史です。ネットで無料で提供させていただいているデボーションガイドクレイについてお話しします。まだご利用でない方はハーベストタイムのホームページからアクセスできますので、ご利用ください。すでにご利用の皆様、本当にありがとうございます。このお知らせはですね、以前は YouTube の動画として上げていたんですけれども、今回ちょっと音声のみでラジオ風にお届けできたらなと思っています。今、インターネットの世界で音声が見直されてきてるんですね。例えばクラブハウスという今一番伸びてる SNS のアプリなんですけれども、これは音声を録音し合ってお互いにこう情報交換をするような SNS のアプリなんですね。これからインターネットも音声コンテンツの時代が来るのではないかなと思っています。クレイで一緒に学んでくださってる皆様、今創世記の学びが進んでいて、アブラハムのところから今度イサク、ヤコブへと契約が継承されていくところに進んできました。聖書全体の理解の基盤になるとても大切な箇所ですね。一緒に楽しみながら学んでいけたらいいと思います。去年の12月ぐらいの段階でですね、だいたい利用者が毎日4000前後だったんですけれども、今2月の末迎えてだいたい5000前後になりました。本当に多くの方がご利用くださってありがとうございます。そして同じ聖書箇所をこのようにして一緒に読んでデボーションできている日本人のクリスチャンが5000人もいるということが本当に嬉しいです。続けてこの5000人のためにお互いに、デボーションが祝福されるように、またその中で弱さを覚えている人のために祈っていきましょう。そして弱さを覚えている方々、みんなが祈っていることをぜひ知ってください。私も皆さんのために祈ってます。さて、おかげさまで1月からスタートしたキックフレームも好評で、励ましのお便りやメールをいただいてます。ありがとうございます。キッククレイはですね、最初スタートした時にページの景観を崩すのではないかと思って一番下に配置したんですけれども、サムネイルなど工夫して、デザインの中でちょっと馴染むような形に、なんとか落ち着いたので一番上に移動しました。ですから一番上で再生をしていただいて、そしてテキストを一緒に下に進みながら読んでいける形になりましたので、そのような形でご利用ください。またリクエストをいただいたんですけれども、3月からキククレイの最後の祈りの言葉も朗読に加えることになりました。その祈りの言葉を聞きながら共に心を合わせて祈っていただけたら感謝です。さて、今日のメインのお話はですね、クレイのトップにある、日替わりの7つの祈り、それの最初のI love you Lord、 これ英語で考えたので、英語が全部あるんですけれども、 I love you Lord、 もしくはあなたを愛しますというお祈り、これに関してのお話を今日はしたいと思います。週に1回この祈りがトップに出てきますので、その時にお祈りする時のヒントにしていただければと思います。あなたを愛しますという祈りはキリストの弟子として一番基本の祈りであり、一番大切な祈りだと思うんですね。聖霊が下って教会がスタートした時にリーダーとして立てられたペテロのことを今日は一緒に考えたいと思います。ヨハネの福音書の21章、もし、ここ開きながら聞ける方はそうしてください。開けない方は読みますので大丈夫です。ヨハネの福音書21章15節あたりから見ていきたいと思います。ちょっと15節読んでみますね。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。ペテロは答えた。はい、主よ、私があなたを愛していることをあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。これですね、バックグラウンドをちょっと思い出してみましょうね。ペテロはイエスが十字架にかかる前に3度イエスを知らないというふうに言ってしまうんですね。その後にイエスがここでペテロに会って、今度は私を愛しますかという質問を3回してくれるんですね。それに対して、少しずつ違う言葉で質問と応答があるんですけれども、あなたを愛しますというやり取りがなされました。これはペテロが失敗した後にこの言葉を発してるんですね。そこから見えることは、神を愛する人は完璧な人ではないんですね。逆にここでペテロは罪を許された人としてイエス・キリストを愛しますという告白をしてるんですね。そのことは私たちにとっても励ましになりますね。そしてこの後イエス様は毎回羊を牧しなさい、羊を飼いなさいという言葉をくださっています。これはペテロに使命が与えられたんですね。これは神を愛する人が皆牧者になるわけではありません。それぞれがそれぞれの賜物にあった使命が、働きが与えられるんですね。そしてこの会話の一番最後にペテロに言われた私に従いなさいという言葉があるんですね。神を愛する人は神に従う人ですね。そして3つ目、この会話の続きでヨハネのことをペテロが質問するんですね。主よ、この人はどうなのですかという質問をするんです。この人っていうのはヨハネのことなんですね。ヨハネがどうなるのかという質問なんですけれども、その時にイエス様が言ったのは、あなたに何の関わりがありますか？あなたは私に従いなさいと言われたんですね。神を愛する人、イエスを愛する人は互いに愛し合いますが、それとここで言っている他人のことを気にするということは別のことですね。私たちは神を愛するときに他人のこと比べなくていいし、気にすることはないんだ。お互いがイエス・キリストとの愛の関係の中でしっかりと自立しているときに、そこで互いに愛し合うという段階に前に進めるんですね。私たちも神を愛するときに、まず神様ご自身と一対一で向き合う。その中で I love you Lord、 あなたを愛していますという祈りをしていきたいと思うんですね。この祈り、今まで一回も本当に真剣にしたことがない方、試してみてください。人生が本当に変わる祈りです。今日はこれでお別れにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。